ご存知ですか？ダイエット効果の高い納豆、痩せる食べ方と逆に太る食べ方があるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる納豆ダイエット法を詳しくお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ納豆で痩せるのでしょうか、その詳しいダイエット効果と、2つ目、痩せる納豆の食べ方とその逆、太る食べ方、注意点について詳しくお話します。では1つ目の項目です。なぜ納豆って痩せるのということで、その痩せる効果6つのポイントに分けてお伝えしますね。まず1つ目はこちら。納豆を食べるとあなたの腸内環境がもうめちゃくちゃ整います。なんといってもポイントは納豆菌のパワーということなんですね。納豆菌ってすごいんですよ。腸内でも発酵を進めるんです。その結果乳酸菌とかね、ビフィズス菌ってそういった善玉菌をどんどん増やしてくれる一方で、なんとデブ菌、悪玉菌を減らす効果もあるのがこの納豆菌の強いパワーなんです。2つ目です。食欲を抑えてくれます。これすっごく大事ですね。ですから暴走する食欲を抑えたければ、この納豆の力を変えていきましょう。食欲っていうのはある一定の量のタンパク質が足りない限りいつまでも収まらない、そういう風になってるんですよね。ですからしっかりと納豆を食べることで良質の植物性のタンパク質が取れると、その日1日の食欲をね抑えやすくすることができるっていう、こういうことなんですね。3つ目です。発酵食品、もう納豆自体が発酵食品ですから、もうこれはね痩せ菌の大好物なわけです。ですから痩せ菌、まあ、イコール善玉菌が大好物の発酵食品を必ず食べることで、あなたの腸内がまたさらにね痩せ菌が増えてくれて、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。4つ目のポイントはこちら。ストレスケアになります。いかがですか？毎日一生懸命頑張って、人間関係とかね家族関係でストレス溜まっていませんか？そういった方は特におすすめなのがこの納豆になるんですね。なぜかというと、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの材料になるのがこの納豆なんです。ここでしっかりと幸せホルモンの材料を取ってあげることで、あ幸せだなっていう、その感じるホルモンを作る、これがとっても大切です。5つ目のポイントは血行促進です。あのですね、太ってらっしゃる方っていうのは血流が悪いんですね。要は血の巡りが悪い方っていうのは代謝が落ちるわけです。なぜか血行が悪いからですよね。ですからこの納豆に含まれる納豆キナーゼ、もうこれが血液をサラッサラにしてくれます。そうするとこうね、ドロドロって流れるよりもサラッと流れた方が血行が良くなるに決まってますよね。ということでしっかりとこの納豆を召し上がると血行が良くなって、余計な老廃物がどんどん流れていく、納豆キナーゼが血栓の元になるものをどんどんね流してくれますから、こういった効果も味方につけていきましょうね。そして6つ目のポイントはこちらです。脂肪を溜め込みにくくしてくれますということなんですよね。これなぜかというと、誰でもですよ、私もそうです、誰でも食べれば血糖値が上がるんですよ。でそれを放っておくから太るわけですね。血糖値が上がれば上がるほど脂肪をどんどんその間溜め込んでいくっていう、その体のシステムがあるわけです。そこをしっかりと納豆を食べればこの血糖値の急上昇をぐーっと抑えることができるので、結果余計な脂肪を溜め込まずに済みますよってことが起こるわけです。ではここから2つ目の項目です。痩せる納豆の食べ方と逆に太る食べ方、注意点について詳しくお話しますね。まずは痩せる食べ方のポイント、1つ目はこちら。納豆は常温に戻してから食べるです。これは理由があるんです。なぜかというと、常温に戻してあげることでさらに発酵が進む、結果納豆キナーゼの効果が高まって、どんどん痩せる効果をこう高めることができるわけですね。なのでポイントは冷蔵庫から取り出しておく、そして
20分ぐらい常温に戻るまで放置しておいてから食べるです。痩せる食べ方ポイント2つ目はこちら、納豆についている添付のタレは使わないでになります。ほとんどのタレが化学調味料が入ってます。要するに添加物たっぷりのタレをですねかけて召し上がったら納豆の痩せ効果が半減しますよね。なぜかというと添加物を取り続ける限り栄養が取れなくなっていきますよ。臓器に負担をかけます。そうすると食べても食べても栄養不足になったり、または味覚が異常になる。おかしいなって、さっき食べたばっかりなのにまた何か欲しくなるとかね、甘いものがやめられない、止まらない、脂っこいものが大好き、それは味覚が異常になっている証拠です。それの原因は何か、添加物です。なので納豆のタレはほとんどのものがですね、健康食品の専門で買わない限りはほとんど添加物が入ってますから、それは使わずに、私の一押しはこちらです。私は毎朝ですね、朝起きてすぐに納豆を冷蔵庫取り出しておいて放置しますよね、20分後食べたいから。そしてタレはさよならします、ごめんねって。でその代わり何を入れるか、これ純リンゴ酢です。これすっごい効果があるんですよ。これスナットという動画でもねお伝えしてますから、詳しくお知りになりたい方はこの動画見終わった後に痩せるスナットの動画を見てください。そのスナットの酢はこれ、私佐藤すみかと言いますが、そのすみかの純という字、この純リンゴ酢です。これが入っている納豆食べますと痩せます。その詳しい効果はね、そのスナットの動画をご覧くださいね。だいたい量はですね、納豆1パックに対してこの純リンゴ酢をお好みなんですけども、大さじ2分の1から1、私はその日によって合わせて変えるんですけども、ぜひタレの代わりにこの純リンゴ酢使ってみてください。ではここから逆に太る食べ方注意点をお伝えします。まず注意点、太る食べ方一つ目はこちら、納豆を熱々のご飯にかけて食べるです。これ理由があるんですね。先ほどお伝えしましたね、痩せるポイントは納豆キナーゼですよって、発酵進むよって。でそれがですね、納豆キナーゼ残念ながら熱に弱いの、やめてって、そんな熱々かけられたら私ってなるわけですね。ですから私はどうしてるかというと、もちろんね熱々の私玄米ご飯を食べます。ですぐに納豆はかけないです、ご飯に。私はある程度玄米ご飯をですね、あの無添加の、 あのひじきとか入ったね、こうふりかけとか海苔とかで半分ぐらい食べるんですよ、納豆をかけずに。でそうしてるうちにご飯がちょっと冷めますよね。その冷めた半分の半量になった頃にやっと20分前に冷蔵庫から取り出しておいた納豆を、リンゴ酢を入れたものをね、うわーって泡立ててふわふわにして、ちょっと冷めてきたご飯にかけて最後食べるっていう、海苔巻いてめっちゃ美味しいです。納豆巻きみたいに、あのどうですか、お寿司だと別に冷えてても食べれませんか。なのでぜひですね、おすすめは国産の納豆1パックですよ、もちろんに対して先ほどのこの純リンゴ酢を2分の1から、あの大さじ2分の1から大さじ1と、あとお米ちょっとね蜂蜜入れていただきたい。そうすると混ぜてねかけると酢飯みたいになって、それ海苔で巻いて食べたらもうまさに手作り即席の納豆巻きの出来上がり。こうすれば熱々なくてもお寿司感覚、海苔巻き感覚食べるとね、そんな気にならないです。なので決して熱々のご飯にいきなり納豆をかけるっていうのは NG です。なぜかっていうのはもうお分かりですね。そして太る食べ方のポイント2つ目は食べ過ぎ。これ当然じゃないかって思われるかもしれませんが、あのあるあるでヘルシーだからといってたくさん食べても大丈夫と勘違いする方が多いんですね。で納豆大体1パック 40g あたりカロリーは 76kcal 前後あります。あれ結構高めじゃないって思いませんか、なので決して納豆は低カロリーではないっていうことを覚えていただいて、やはり納豆はですね1日1パックで十分です。痩せる食べ方で美味しく召し上がってくださいね。そして最後に注意点ですが、
病気がある方ですね、例えば血液の問題で固まりにくくしたら危ないから血液がサラサラになるようなお薬を処方して飲んでる方っていうのは納豆を食べ過ぎてしまうと逆効果になりますから、必ずかかりつけの医師の先生にですねご相談して召し上がってくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はめちゃくちゃダイエット効果がある納豆だけれども、食べ方一つ間違えるとその効果が半減、もったいないですよ、気をつけましょうねってお話をシェアさせていただきました。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録ぜひいただけるととっても励みになります。でまた実際食べてみたっていうねご感想もコメントにどんどんいただけますととってもね嬉しいです。